れを受けよう。ここは横浜151年風を落とした窓。皆さんこんばんは。こんばんは。やっぱりいいよね音楽って、はい、いいよね、はいはい、第140回目のハマッコストリームフロモさくらワークスから今宵もお送りいたします、はいはい、フロモとか言ってね、いきなり噛んでしまいましたけども、はい、フロムさくらワークスです。はい、館内にございます。はい、館内にございますね、もう夏、本番ですよね。この帽子はじゃあもう常にかぶっていましたか。かぶっていたけど今日ちょっとお昼ね、はい、ご飯食べに行くときはかぶらないで出たら、はい、なんでですか、日焼け。ああね、もうちょっと私も今日眩しいかもしれない、まあ、たまにはのほら、はい、あの頭に風当てない。あ、そういうことですよね、常にいないと。はい、ちょっと気をつけていただければと思うんですけれども、はい、夏っていうと、まあ、今日はちょっとビタミンカラーと思って明るい色にしてみたい。オレンジはビタミンカラーなのね。あ、黄色ですか。いや、オレンジ。まあまあビタミンカラー、はい、ビタミンカラーと思っているんですけれども、はい、うん、夏っていうともう本当にこう暑さで体力奪われてしまうかなっていうふうに思うんですけれども、はい、うん、そんな時でもやっぱりこう明るく元気に過ごしたいなって思いますよね、はい、でそうすると、まあ、皆さんいろんなこう好きなものっていうのはそれぞれだと思うんですけれども、うん、はい、まあ、私たちというか特にハマッコストリームで扱っていますものといえば、言えば、はい、ムジークですよね。ムジーク、あー、はい、ドイツ語で言ってしまいましたが、はい、音楽ですね、ミュージック、はい、今ハモりましたね、うん、はい、かなと思うので、うん、そういった音楽の、まあ、コンサートも、まあ、夏といえばいろいろあるんですけれども、いろいろあるね、はい、うん、行きますか夏には。夏にコンサートいろいろ行きます、うん、はい、まあ、最近もねいろいろコンサート行きましたけどね、やっぱりねいろんな演目だったり、うん、夏に向けてっていうのであるとは思うんですけれども、うん、はい、今回はなんと、なんとコンサートの、うん、でもただのって言っちゃうとあれですけれども、普通のコンサートとはちょっと違う感じですね。ちょっと違うんですよね、うん、こんだけ夏って言ってしまったんですけども、うん、いや、まあ、夏にあることには変わりがないんですが、はい、テーマがですねかなり重くて、はい、はい、まあ、でも大事なテーマ、ね、そうですね、はい、いや忘れてはいけないテーマというものでしょうか、うん、はい、これを音楽で表現するということにはどういう意味があるのかなっていうのをきっと考えさせられる1時間かなというふうに思います。楽しみにしております、はい、そしてじゅんさんのね多分ドキドキする1時間になるかなというふうにも思います。はい、ドキドキします、はいはい、ということで今日はゲストの方ご紹介いたしましょう。はい、はい、皆さん映るようにね映し出してください。はい、今日はなんと私の仲間が来てくれました、うん、フェリスですね皆さん、最初はこちらからご紹介いたします。シュドマキさん、そして高木あずささん、そして鈴木あやねさん、そして菊池理恵さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。かなり噛みますので皆さんフォローアップよろしくお願いします。皆さんフェリスの大学生の方々、はい、はい、そうなんですよね。お仲間ということは皆さん音楽ですよね、まあ、いろんな学部ありますけれども、うん、音楽で、それももう先に言ってしまったんですけどコンサートがあるということで、はい、コンサートの、まあ、仲間というふうに言っちゃっていいですよね、うん、実は私もこのコンサートに出るんですよ。知ってましたか。お、みんなじゃあ、はい、出演者ですよ、はい、はい、出演者、ミュージシャンですよ。すごいですね。っていう風に、はい、なんか後でじゃあサインを、はい、まあ、いただいた方が、ね、いいかなと思いますけれども、じゃあ自己紹介をじゃあお一人ずつお願いいたします、はいはい、フェリス女学院大学音楽芸術学科3年の首藤真希です。よろしくお願いします。音楽芸術学科っていうと何か演奏は、うん、演奏は私は一応ピアノをやっているんですけれども、はい、うん、いつからやってるんですか。6歳の時から。早いですね。いや6歳までにあの絶対音感がつくっていうのでギリ大丈夫でしたね。はい、よかったですね。なので今はじゃあでもピアノ専攻してるわけではないんですよね。違いますね。授業はもう本当に他の学部のとかもたくさん取っていて、演奏というよりは、まあ、マネジメント系、はい、でやっぱり音芸っていうと何してるのって聞かれますよね。そうですね、はいでもそう言ったら、はい、まあ、マネージメント系っていう風に説明するんですか。私は正直は、
音楽系より他の楽部、はい、そういうオチがありましたか。わ、はい、かりました。じゃあこの辺にしておきましょう。はい、ありがとうございます。はい、はい、続きましてじゃあ高木さんお願いします。はい、フェリス女学院大学4年の演奏学科のピアノ専攻、高木あずさと申します。はい、4年生ということで、はい、先輩でございますけれども、はい、ピアノなんですよね。ってことはもちろんコンサートでもピアノ弾きます。歌ったりはしないですよね。わかりました。じゃあどのような演奏をしていただくかということをね、後で聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、そして後ろの鈴木さんお願いします。はいはい、同じくピアノ専攻の大学院2年生の鈴木彩音です。はい、いつもお世話になってます。本当にもう、はい、ここはすごい絡み濃くて、でみんな仲いいんですけれども、実は一緒に演奏する中で、はいはい、まあ、私はという、まあ、後でもっとちゃんと言いますけど、あの歌うアンサンブルで歌うんですけど、はい、その伴奏をしていただいていまして、まあだこうだねうるさいんですけど、それもうんといつもね微笑んで聞いてくださる本当に素敵な優しいね、はい、先輩ですので、はい、よろしくお願いします。そして、あ、じゃあピアノですかね。はい、よろしくお願いします。バイオリンです。あ、バイオリン。失礼しました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、大学院2年のバイオリンの菊池玲と申します。よくでもピアノとかふうに言われませんか。なんか言われない、うん、あ、言われないですよね。ちょっと変なあれだったかもしれないんですけど、バイオリンということで、はい、はい、じゃあアンサンブルで演奏されるんですか今回は。そうです、ピアノとバイオリンのデュオで、あ、デュオで演奏される。やっぱりあのオーケストラだったりとかそういう弦楽器で演奏することって多いと思うんですけど、そのデュオでっていうのはどうですか、こう新鮮な気持ちと。デュオがあっても多いですよね。まあ、そうですよね、試験とかもそうですよね。わかりました、まあ、こういったメンバーでさまざまな演奏だったり、まあ、役割をね果たすメンバーの方々に来ていただきましたけれども、じゃあまずこのコンサートっていうものをね、どういったものかちゃんとお伝えしていなかったので、はい、お伝えします。はい、これです、チラシ、ズームアップできますか。はい、もう題名見えますよね、戦争と音楽っていうので重いというふうにさっきから言っていたんですけれども、この戦争、戦後70年になりますよね。そういう年にあるっていうのもすごいなって思っていたんです。このコンサートは、レインボー21サントリーホールで演奏されるということで、なかなか演奏できるものじゃないと思うんですけど、じゃその辺をちょっと首藤さんに伺いたいなと思いまして、はいはい、これレインボー21っていうのはそもそもどういったコンセプトのコンサートなんですか。レインボー21は、はい、あのサントリーホール主催の、はい、企画からプロデュース制作まで全て学生が行う公演なんですけれども、いろんな音楽大学とかから、はい、公募で、はい、公募で集めて、でその中から選ばれたんですか。そうです。すごいですよね。何校か限られてるんですよね、ここ、はい、今年できる学校っていうのは、はい、今回は、はい、フェリスの他に国立音大と東京音大の3校、はい、すごいなって思うんですけど、またでもね、テーマが斬新というか、そうです、まあ、すごい重いっていう言い方でしょうか、戦争っていうので、これももちろん学生の方がこういうテーマにするっていうのを決めたんですよね。はい、そうです。っていうのがじゃあ首藤さんが決めたんですか。いや、私ではなくて、うん、音楽芸術学科の2年生の堀口さんという企画者、はい、堀口さん見てますかと見ていることだと、はいはい、願っていますが、はいはい、堀口さんが、はい、企画をまず提出して、はい、でそれが学内選考で、それはいつ頃提出されたんですか。それは去年ですね。去年の堀口さんが1年生の時に考えて、まだ入ってすぐに。そうですね、あ、それもすごいなと思うんですけど、はい、じゃあ堀口さんが、まあ、そもそも戦争なんでこのテーマにしたかっていうことを意図してるんだと思うんですけど、はい、じゃあ堀口さんから、ね、メッセージがあるということで、はいはい、なぜ戦争かっていうテーマを教えてください。はい、そうですね、はい、もともと堀口さんは高校3年生の時から政治に興味があったそう で高校の時の授業でその音楽と政治に関係があるっていう、その関係性があるっていうことを知って、で調べていくとあの戦争とも関わりがあるっていうことを知って、その音楽に訴えかける力があるっていうことを
知ってからその戦争と音楽っていうのをテーマにした講演をいつかしたいっていうふうに思っていて、うん、そうしたらあの大学でそのレインボー21 の、うん、あの企画の応募募集していたので応募したそうなんですけれども。なるほど、でも入る前からそういう準備段階があったという、はい、そうですね、まさにレインボーが待っていたという感じですけれどもね、はいはい、それにあ、はい、うんうんとうなずいて、はい、ぜひこれは提出しましょうということで提出したんですよ ね、 で、 すね。でもなかなか勇気がいるテーマですよね、うん、そう、うん、結構こう聞いてくださる方もやっぱり戦争っていうので、うん、ちょっと賛否両論、ね、分かれるんじゃないかなって心配もあるんですけれども、 その辺はどうですか。私たちもそれがまあ心配というか不安な要素の一つだったんですけれども、はい、このチラシを考える際も、うん、戦争ということであんまりこう暗くならないように、このサブタイトルの闇から光へという闇から光へ、こちら大事ですね、はい、その光の部分をあの取り入れて、こうなんとかその暗いだけで終わらせないようにしようっていうのは工夫はしています。暗いだけっていうとその過去の戦争っていうことはやっぱり現実的にそれを考えると暗いですけど、光って言いますとそれは何に値するんですか。その戦時中にあの戦意を高めるためにあの音楽が使われていた反面、うん、あの国民のみんなにこう希望を与えるために音楽が使われたので、その希望の部分を光として表現できたらと。なるほどね、確かに私も歌う曲ですごいこう万軍万歳万歳とかいう歌があって、うん、そこはもうその戦争に向けてエネルギーがこう一新しているんですけれども、うん、それを今聞いててやっぱりその、まあ、戦争にっていうのよりも何か違ったベクトルにそのエネルギーがいけば多分すごいこうもっと平和な世界になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、いかがですかね思いますよね、まあ、じゃあそういうことで音楽を通して何か伝えたいことがあるということで、ちょっとここに、どういった曲を演奏するのかってことを聞いていきたいと思いますので、まずは、じゃあ鈴木さんから、はい、私たちの演奏する曲について、はい、あえてピアノの、はい、鈴木さんにどういう曲を演奏しますかと、はい、そうですね、はい、今回フラウェンコアが歌う曲は、はい、7名ですよね。そうですね、はい、歌が7人と私がピアノを弾かせてもらいます。そうな、ソプラノ3人とメゾ2人とアルト2人、すごい少ないですよ ね、 そうですね、普段もっと多いの で、 多いので、はい、やっぱり演奏しあのピアノ弾いてても、はい、なんかこういつもとやっぱり違うなって感じはしますか、うん、そうですね、うん、なんかこのピアノとの音量のバランスとか、うん、それもいつもと違うので難しいですよ ね、 難しいですね、はいはい、でどういう曲かと言いますと、はいはい、今回の曲は、はい、多分皆さんがご存知の唱歌を3曲やらせていただきます。唱歌っていうとやっぱり子どもの、ね、歌う曲で、それこそさっき言いました万歳だったり、まあ、本当に兵隊さんに行っちゃうとかそういったことが書かれたですよ ね、 そ、 すね、その唱歌を編曲された。そうですね、はい、フェリスで教えてくださっている高野真理先生という、はい、和声とかでお世話になってます、はい、いつも、はい、作曲の素晴らしい先生です、はい、その先生が今回のコンサートのために編曲をしてくださいました。いやすごいんですよね、3曲演奏するんですけれども、本当に曲調がこう最初、まあ、ちょっとネタバレというか言っちゃいますとこうすごい怖いんですよ ね、 すね、なんか始まり方が、うん、あれはね聞いていただかないとわからないと思うんですけれども、うん、なんかそこの戦争の凄まじさというか、まあ、残酷さっていうのが現れているので、はい、より素晴らしい編曲になっているなって。でやっぱり一番聞きどころがあるのはあの消しゴム言っちゃって大丈夫です、言っちゃって大丈夫ですか、消しゴム、はい、消しゴムをなんとピアノに、そうなんです、はい、内部の弦の部分に、はい、消しゴムを入れちゃうというかですね、ピアノ別の楽器にさせちゃうわけですよ、音ピアノのこう弦なんてその、はいはい、入れたらどうなると思いますか、はい、いや音がなんかこうこもるというか、そうですね、そうですね、うん、楽器の的にはどういう感じになると思いますか、うん、楽器的には、うん、音がちパンパンカ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 ンみたいな、うん、
この動作わかりますかって映ってないし、うん、私を映して、はい、こういう動作の、うん、こういう動作の楽器、うん、はい、まあ木琴とか、うん、そういう音になるんですよね。なるほどね、はい、っていうので、なそういうのって今までにしたことありますか？いや、そういうのは今までに経験がなかったので、はい、初めての、はい、なかなか他でもそういうのは聞きませんよね。そうですね、なかなか普段勉強しているような音楽には頻繁に出てくるものではないので、すごく貴重な。あれは高野先生のアイディアなんですか？そうですね、高野先生がやっぱりちょっと普段とは違うピアノの音を出したいっていうのことで。そうですね、なるほどね。いつもオペみたいに鈴木さんがこう始めるんですよ、うん、オペあのオペってオペラじゃなくて、うん、あの手術の方のオペでの、はい、まあ、オペラだったら訳しませんけど、うん、その手袋してこうはめやるんですよ、ピアノなんか、うん、まあ、そのちょっと怖いんですけどあれを始めて、あれは客席の方見れないですよね。見えますか、うん、見えない。あ、見えないですか。なんかあれもちょっとビデオでこう映し出せば面白いんじゃないかなって勝手に思うんですけど、そういうことをやって工夫がね凝らしてあるのでね、ちょっとそういう音も、そのまあ曲は3曲目に演奏するので、3曲目にちょっと変わったなっていうのも、ちょっとピアノとは違う音がするっていうのも実感いただければなと思います。あと歌詞もすごくこう、歌詞とメロディーが、うん、なんていうんですかね、メロディーはすごい爽やかなんだけど、歌詞はすごくこう万歳とか、まあ、兵隊さんになるのが憧れだと、うん、なんかこう心つままれというか痛いね、うん、歌詞なので、そういったところも聞いて何かズドーンと感じていただければなって思いますよね。そうですね、はいはい、他に何かこの曲に関してのメッセージございますか？はい、やっぱりその普段、うん、皆さんが知っている唱歌なんですけど、うん、歌詞が、終戦後にまた変わったんですよね、はい、その歌詞の内容が戦争の関することがすごく多い歌だったので、それは今ではもう削除してしまっていて、戦争が感じられないように歌われてるんですけど、それがやっぱり今回の演奏会ではもう一度再現されてやるので、なかなかこの歌詞で歌う機会は少ないかなと思うので、確か普通の演奏会でちょっと演奏できる曲というかする曲ではないですよね。この機会にぜひ聴いていただければなと思います。はい、ありがとうございます。そうしましたら、フェイント大好きなんで、はい、じゃあピアノの、はい、あずささんどういった演奏をされるのでしょうか？はい、私は、はい、バイオリンの小沼美和さんと、はい、尾崎総吉っていう日本人の、お、皆さんご存知ですか、ね、うん、中田義直さん先生だったり、うん、はい、大熊先生だったり、うん、まあ、フェリスの先生ですけれども、うん、はい、そういった先生の演奏っていうので、ちょっと私は正直初めて聞いたので、どういった方かなっていうのを教えていただきたいんですが、尾、うんうん、崎尊吉さんっていうのは、はい、30歳で戦病で亡くなった方なんですけど、はい、静岡県の方で生まれて、うんうん、そこで育った旅館の息子さんだったみたいなんですけど、その方が、書かれた曲で、この曲は1938年に書かれた曲で、その年って、尾崎が結婚した翌年で、それで、そうなんです、はい、そういうロマンチックな反面もあって、はい、その1939年に翌年に、はい、出征してしまうんです。第1回の出征で、その間っていうことで、はい、戦争を予感させる、なんて言うんだろう、戦うっていうことを予感させるようなものもあり、結婚っていう幸せなものも、その狭間にいるわけですね。いや、そういう曲を演奏します。そういう曲ってどうなんでしょうね、やっぱりその戦争っていう思いが強い、割合的にはこう強くなってるのか、それともやっぱり結婚1年目、新婚で一番楽しい時じゃないですか、まだ経験したことないんで分かんないですけどそういうのでウキウキっていうのと、音楽的に演奏しててどう感じますか？やっぱり戦争っていうずしっと重い方が強いです。強いんですけども、1楽章、2楽章、3楽章ってありまして、2楽章はどこかなんかあれちょっと違うなっていうところがあって、なんかベートーベンでも悲壮も第二楽章でガラッとこう、うん、ちょっと甘い感じがあって勝手に思うんですけど、うん、しますよね。
第二楽章ってそういう傾向にあるんですかって音楽の話になりますけど。そうなんですか、ね、そういうこともある、うん、あるんですか。あ、じゃあ第二楽章はなんか変わったなって言ったら、うん、そういう新婚生活っていう裏、少しそういうところもあるっていう感じに、うんはい、私は、はい、私と小沼さんはそういう感じで弾いています。あ、そこはやっぱり共通理解として、はい、考えていらっしゃるんですね、はい、うん、のも本当もうちょっとしか見えないでしょうけれども、そこのもうすごい幸せっていう、なんかそこも切ないですよね、かえって切なさっていうか戦争のく、まあ、本当残虐さっていうのを際立たせるなって思うので、はい、やっぱそういう、こう曲に対する説明があると聞きやすいですよね。なんか当日なんかこう聞いてて、その人、あの聞いてる人たちがなんかこう解説するんですか、読んだりできるものってちょっとなんかあったりするんですか。プログラムの中に解説が、うん、なるほど、はい、ちょっとそのプログラムを読みながら、まあ、始まる前にちょっと読んでね、そうですね、実践勉強は、うん、はい、大事ですのでとか言って、はい、はい、読んでみます、聞くように、はい、促してみますけれど、うん、なるほどね、はい、どうぞ。ごめんなさい、はい、この曲を演奏するにあたって、はい、私、長野県にある無言館っていう、はい、あの戦争で亡くなった、行ってきたんですか。そうなんです、画学生の美術館に行ってきて、少し勉強しようと思って、芸術じゃないですか、絵も音楽も共通するものがあるなと思って行ってみたんですけど、やっぱり圧倒するものが、圧倒されるものがありまして、でもなんだろう、書かれているものって愛する妻だったり子供だったり、ずっと育ててくれたおばあちゃんだったり、 あとはふるさとの風景とかだから、はい、でもそれを見て、ああこういう人たちがいたんだって感じて、それを名も知られてない人たち、尾崎もその一人だったと思うんですよ。だけどその代表としてなんか知ってもらいたいなと思って、ね、いっぱいいた人の中の、だからその思いを込めて演奏したいです。なるほどね。そもそもなんでそこの長野の方に行かれたんですか。はい、なんだろう。無言館っていうのは、無言館っていうのは、はい、本で読んで尾崎に関する資料の中で出てきて、あれ、あ、ちょっと行ってみようって思って日帰りで行ってきたんですけど。すごい、小沼さんと一緒に。え、一人で。すごいインスピレーションが。とかと思いますけれども、じゃあぜひそういうイメージしながら演奏されるかと思いますので、うんうん、はい、皆さんもこう時間あったら行ってくださいって、そこまでは言えないですよね、ぜひ行ってください、行ってください、ちょっとね、行ってみたい気もしますね。え、じゃあ何本に小崎さんは、いえ、静岡ですよね、関係なくて、なんで長野なんですかね、全然同じ、戦争で亡くなった芸術家として共通点があるなと思って行っただけで、長野とは全然尾崎は関係ない、関係ないんですか、はい、あ、見ててたまたま引っかかったテーマだ、わかりました、ありがとうございます、はい、そうしました。バイオリンの菊池さん、はい、はどういった曲を演奏されますか。メシアの世の終わりのための詩人奏曲の中から第8曲目のリンスの、はい、見てますね、短歌を演奏します。はい、曲、本当はチェロとクライネットとピアノとバイオリン、そうですね、四重唱、四重奏、はい、なんですけど、はい、最後の8曲目だけバイオリンとピアノの二重奏になってます。へー、そこもなんかありますよね、なんで最後バイオリンとピアノだけにしたんだろうって感じ、よりメッセージ性がこう強くですか、ね、はい、というか、うん、そうかも。あ、ってことはもう責任重大なわけですね、バイオリンのメロディーライン、その8曲目だけを単体で演奏するっていうのもなんかちょっと難しくて、うん、そうですよね。で、他の曲は演奏したことあるんですか。あ、ないんですけど、そうですね、なんか今までの7曲目まであってからの8曲っていうのならなんか伝わりやすいかもなんですけど、8曲目だけっていうのが、そうですよね、なんかもう、 こう映像とか流して皆さんに聞いてもらってから、うん、さあ8曲目ですとかあればいいですけれどもそういうわけじゃなくって、いきなりっていう風になりますけど、皆さんそれをソロとしてこう聞くわけですから、まあ、楽
その7曲までのイメージがなくて弾くので、うん、そこどういう工夫はされてるんですか？もうなんかすごい大事な8曲最後の最終楽章なので、うん、最後光が見えるような、 なんか音楽になって、あ、じゃあテーマにぴったりです ね、 ですね、このコンサート、光を感じていただけたらって、うん、そんな演奏ができたらいいなと。はあ、光、これ音楽でずっとあのプログラムって最初から最後まであのいろんな声と楽器とで演奏される感じなんですか？そうですよね、うん、歌、このように今いろんな楽器があるんですよね。はい、お、プロジェクションマッピング、じゃあその辺はマネジメント、はい、お願いします。今回その演奏と、あ、演奏の間に朗読を挟むんですけれども、はい、その朗読の際に後ろにあの写真を投影したりするんですけれども、その写真もあの戦時中の写真を、うんうん、あのそんな写真あったんですか？実際の写真、どうやって撮ってきたんですか？あの少年クラブという、はい、あの雑誌がありまして、某 U とかいうとこじゃないです、ジャニーズじゃないですよね、はい、そちらじゃないです、はい、ありまして、はい、あのそこに載っているもの、この、 あのチラシの少女の絵もそうなんですけど、はい、ちょっと写してください、はい、ありがとうございます、はい、そうだったんですか、はい、これ誰かフェリッセが描いたのかと思ってたんですけど、はい、今理解しました、はい、これも実際にそれに載っていたものをあのマネジメントチームであの図書館に行ってこう本を見て調べてこれがいいっていうふうに選んだものをあの投影でも使うんですけれども、その投影をしたり、あとはプロジェクションマッピングをやります。これもなかなか他のコンサートではないですよね。そうですね、大体ね、普通のコンサートって例えば音楽ってマネジメントって言っても多分あのそれこそチケットだとか、ね、はい、あのまあ、会場の設営ぐらい で、 そうですね、でも今回ずっとやることがたくさん、そうですね、たくさんあるんですけど、うん、あのやっぱり他のあのレインボー21で今回やる他の2校が、うん、あの音楽大学なので、はい、その音楽大学にはできないことを何かやりたいっていうのがありまして、そういった意味ではこういうプロジェクションマッピングっていうのが担当の方もいらっしゃるわけですよね。フェリスにはマネジメントのやるコースというか学科があるぞみたいな、まあ、音楽でしょうね、そこ力をね、見せ、ね、はい、ていただいて、共同ですよ、本当に、うん、共同の作業というか、ね、作品ですよね。それがでも大学でできるっていうのが、大学でね、一つの大学でできるってのはすごいですよね。総合大学ならではのすごいじゃないですか、フェリス、はい、完全にフェリスの宣伝になっておりますけれども、うん、音楽学部いかがでしょうかこの絵、やっぱり何をこう祈ってるのかな、祈ってるんですかね、なんか考えたことありますか？これ私はちょっと思うんですけど、まあ、好きな男の子がいて、なんかまあ兵隊さんとか行っちゃって、でも無事に帰ってこないかなって、単純すぎましたねそんなことかなって思うんですけど、そうですね、うん、それをまあそういう風に捉えていただいても全然いいです、はい、いい、よかったです、いいです、はい、大丈夫です、はい、はい、まあ、他にも、はい、実際はあのまあそのなんていうんですか、無事を祈っているというよりは、はい、その光、戦争にあの勝ちますようにというか、あ、そっちですね、はい、本当はそういう意味で使われているらしいんですけれども、うんうん、あの今回そのチラシに使うにあたって女学生ということで、うん、あのフェリスらしさがまあ出るかなということで、確かに少年がやってればすぐそっちの方に行くと思うんですよ、はい、本当に祈ってる、うまくって、少女っていうともちろんそういう気持ちも持たなきゃいけない時代でしたし、うん、でもきっとね、はい、まあ、その勝つってことに対してちょっと置いとくとしても、はい、やっぱそうやってこうあの、まあ、勝ちますようにって祈ってることは、例えば自分たちが、ね、打ってる兵隊さんたちも、うん、要するに無事だってことになるわけだから、そういういろんな思いがきっとこの世につながってるんでしょうね、はい、いや、このようにね、いつもナイスフォローを、ね、していただけるんですけれどもまあ、いろんなこときっとね、じゃあ、 あの写真を写されるわけだから、はい、そうですね、音楽聴きながら写真見ながら、はいはい、朗読を聴きながら、でそれも一つ一つの曲にこう、この写真、あ、この絵が合うかなっていうのは考えられて、と、はい、曲の演奏中には投影はしないんですけども、しないですか、はい、どのタイミングで朗読のタイミングで写すんですけども、はいはい、やっぱりその朗読 の、まあ、あの詩の内容に合わせた写真を選んで投影
しようと思っています、ちょっと演奏だけじゃなくてやっぱりそういったところも注目してほしいところですよね。じゃあ主導さんもその朗読はされるんですか？朗読は、フィリス の、はい、声楽の先生で坂本先生という男の先生なんですけれども、アナウンスの、はい、そうです、はい、坂本先生にお願いして朗読をしていただきます。あ、ね、はい、マネジメントと両方なんでね口も体ももう回らなくなっちゃいますよね確かに、なるほどね、わかりました。まあ、戦争というので身が引き締まるチケットっていうのはね、はいはい、たくさんの方にやっぱり戦争のことを考えていただいて聞いていただきたいなっていうふうに思いますので、日付が6月の、はい、9日です ね、 ですね、はい、火曜日ですね、はい、で時間は7時開演で、はい、サントリーホールのブルーローズ、はい、いや、あ、こちらサントリーホールのホームページですね。すごいな、はい、演目が全部書いてありますが、はい、チケットまだございますか？はい、あります、はい、じゃあもしこれを見て、買いたいという方はどういうふうに購入できますか？はい、今映していただいているサントリーホールのホームページからも購入していただけますし、はい、あとはサントリーの方にお電話で、あ、はい、電話していただいても、はい、そっちの方が手っ取り早いかもしれないですけどね、はい、もう早速買っていただいた方がいらっしゃいまして写してください。はい、じゅんさんね、ちょっと来てくださるということで、これでも写したら俺の座ってる人が分かっちゃう。じゃあ、まあ、来てください。別にいいんですけどね、はい、隣に座りたい方はどうですかということなんですよね。いや、どうですか、このコンサートの着々と練習は進んでいますか？毎日練習してる、はい、感じですか？毎日でも授業も当然あるんですよね。これ合間合間にこれ出るから授業はじゃあいいよっていうふうになるんですよね。にはないです。高血とかしてくれればっていう、まあ、そんな文句は言わないですよ。すね、練習してて、どうですか、アンサンブルってやっぱり自分だけじゃないので合わせるところ大変だったりありませんか？そうですね、自分だけじゃないので相手を立てるとか、そういうこともありますし、やっぱり自分のここは大事だって思うところは引くしっていう、そのバランスも。なるほどね、楽しいです。相手を立てる、その技術欲しいです。出る杭は打たれるじゃないですか。でもね、うん、はい、皆さんでも音楽の専攻だから普段からずっとご自分のね、専門の楽器は練習していらっしゃるわけですよね。もう朝から晩までみたいな感じのイメージがすごくありますけど、いや、もうそうですよ、朝起きたらいけないもんピアノ弾いてる感じですか。でもやっぱそういう方々も皆さんと合わせるっていうのは結構やっぱりエネルギーがいるもんなんですか？どうですか、どうですか飽きれもう声かわいすぎちゃうんですよ。もう練習ね、練習だから練習しててもやっぱりこういうコンサートで誰かと一緒にね、やっぱやるっていうのはやっぱ何かね、もうちょっともう一努力が多分必要なのかなってちょっと素人的に思っちゃうんですけど、それはいかがですか？本番は本当に毎回いい緊張感があって、ありがたい。いや、ドキドキ全然、全然緊張してなってるんですか？いや、まあ会話です。いや、でも緊張がねする感じです。だってサントリーホールでしょ、ね、なかなか演奏できる機会じゃないので、ね、はい、すごい重みを感じますけれどもね。フェリスにもホールあるんですよね、はい、うん、フェリスホール、フェリスホール、あそこは演奏する機会って結構あるんですか？うん、試験とか、試験とか、ああ、演奏会とか、あそこで演奏するのはどうですか、好きですか？そうですね、あのホールはすごく響きがいいので、そう、ね、聞いていて気持ちいいです。私も行ったことありますけど、行かせていただいたことありますけどね、パイプオルガンもあってすごい綺麗な、で、ステンドグラスがね、ああ、いいですよね、あるので。昼はお昼の時間はこう日射が当たってこう、まあ、明るいんですけど、夜になるとこう何ですか、荘厳な感じの雰囲気を出すんですよ。すごい恵まれてますね。ありがたいことですよね。まあ、なのでそちらも合わせて、フェリスホールであるコンサートもぜひご覧くださいという完全なる、はい、フェリスの、はい、宣伝
会になっております。でも今日はフェリスの皆さんですから、どんどん宣伝をね、はい、していきたいと私も思ってますけどそうですね、まあ今まであのアイリスさんってご存知ですか？ですよね、ご存知ですよね、まあ、音芸の方がいらっしゃって、そのアカペラグループの方も出ていただいて、今回第2弾目と言っていいでしょうか、うん、まあ、そんなの、はい、オープニングで、はい、ご説明するべきだったのかもしれないですけど、そういったことで、はい、ありまして、すごいこういうサントリーホールのコンサートだったり、もっと盛り上げていきたいっていうか、なんかね、私が言うのもあれですけど、盛り上げていきたいってありますよね。そうですね。音楽芸術学科さんとしてはどうですか？こうもっと外に出していこうじゃないかみたいな動き、ムーブメントはないんですか？ムーブメントですか？はあ、困っちゃいますよね。今回でもこれをね、皆さんに広めていくときに何か工夫したことってありますか？あ、そうですね、うん、そうですね、あのやっぱりあんまりその音楽芸術学科でそのしていることっていうのは他の学校ではあんまりあのされていないことに、何してるのってよく聞かれますよね、はい、なのであのそのなんか特色っていうか、フェリスの特色がこの公演では、うん、あの出せるかなと。いや、あの立場的には近いですか？私もプロデュースが。ああ、恐れ入ります、ね。いやでも本当にこの熱い気持ちがあの伝わって、こう演奏する側としてもそれをちゃんとこう受け取って演奏をちゃんとこう返したいというか、もっと、ね、伝えたいなっていうふうに思うんですよ。だからすごいこう、まあ、もう努力されているっていうのが伝わってて、もう頭が上がらない状況でございます、はい、サントリーホール、これはでも2回目なんですよね？そうですね、あのフェリス女学院大学がプロデュースする公演をするのは2回目、はい、なかなかないことですよね。そうです。あ、そうでもないですか？あ、そうでもなかったですか？ちょっと勉強不足でしたけれども、まあ、でもすごくいい機会というか、はい、貴重な機会だとは、そうですね、はい、確かなことだとは思いますけれども、はい、こちらというので6月9日までまだ日にちがございますので、はい、演奏する側としてはもっと、はい、もっと濃い音楽にしたいと思いますし、あのこういう聞き方を知ったらあれですけど、6月9日ってもうあと2週間ぐらいかな、はい、そうですね、今の感じで言うと自分でここまで来たな、ここまで来たなっていう感じですか？どうですかね。そういうのってあるものなんですか？そのコンサートの前に当然すごい練習するわけじゃないですか。だけどなんかこう練習ってなんとなくなんかキリがない感じがして、どこまでやったりとか、でもなんかそういうこうなんかここまで来たぞとかっていう感覚ってあるものなんですか？なんだろう、やっぱり本番が一番マックスですね、うんうんうん、本番の前にこうマックス来るときってないですか？リハですごい良かったとか、逆に怖いとか。私はあんまりないですね。なくて、それを目指して、今は 80% ぐらいかなって感じ。あ、素晴らしい心構えですね。習いたいなと思いますけど。他の方はどうですか？はい、じゃあ、あゆみさんいかがですか？そうですね。どうですかね、フラウェイは。まあ、いろいろと調整するのみかなと思いますけど、うん、まあ、でも練習していくうちにどんどんいろんな新しい発見が毎回毎回あって、うん、その編曲の高野先生もすごくよく何回も見てくださって、そうなんですよ、すごく本当にいい先生で、はい、本当にお世話になっておりますので、はい、そうですね、その素晴らしい編曲を。フラメンっていうのは合唱ですね。そうですね、合唱のメンバーで写真が写しても大丈夫ですか？これは大丈夫ですか？はい、はい、OK いただきましたので、はい、外じゃあ、ね、はい、はい、こういったメンバーでございまして、皆さん綺麗な、はい、ね、あの演奏される方は皆さんそれぞれドレス、ドレス着ますね。これ自分で選ぶんですか、色とか？そうです、まあその色も調整するんですよね、うん、まあ、このコンサートということなので、うん、そんなにこうここまでの華やかさを出そうというふうには思わないんですけれども、うんうん、まあフラウメンというとやっぱり華やかさっていうのはあるので、そういった部分はちょっとでも、はい、出したいというふうに思っておりますので、そういう視覚的にもちょっとこだわっていますので、楽しみに、はい、していただければなというふうに。でもやっぱドレス着ると気分変わります。上がります ね、モチベーションが上がりますし、それなりの演奏をちゃんとしないとなっていう気になります。はい、じゃあ菊池さんいかがですか？
かのまだ持ってってる途中なんかって感じで、なんかレッスンするしたり2人で越智瑞希さんっていうピアノの子と共演するんですけど、なんか一緒に合わせるたびになんかここなんかどうなんだろうねみたいな感じでどんどん今深みにハマってるんですけど、でもいろんな先生方からアドバイスいただいて9日までにいい演奏ができるように今頑張り中です。それぞれ楽器によってだって練習のねその仕方だとかって全然違いますもんね。ピアノもそうだし、ね、バイオリンの方もそう、あなんかフルートを吹く方もいたりとかもいますよね、うん、はい、はい、歌もソロの方もいらっしゃいますし、うん、チェロだったり、うん、はい、いろんな楽器が、はい、演奏されますので、あ、2台ピアノの演奏もありますね。ピアノ2台で、うん、あれもすごい迫力ですよね、はい、あってすごくこうボリューミーな演奏の1回かなっていうふうに思いますね。聞きどころってどんなと、あ、聞きどころ、どういうところに、どうですか、こうしてほしい、あの運営されてる側としてどう思いますか。そう、いや、プロデュースのここって言うんですよ、プロデュースここをしますね、俺的にもそういう感じ、ぜひ押してください。そうですね、でも全体的にやっぱり公演の流れとしては、うん、最初に二大ピアノの軍艦マーチから始まるんですけれども、はい、戦意高揚曲ということで戦意を高めるために使われた音楽を、うん、から始まって、うん、で戦時中に亡くなった作曲家の方の曲とかを間に挟んで、うん、で最後に平和を願って作られた音楽を演奏して光で終わるっていう構成になってるんですけど、ちょっとじゃあ聞いたことのあるようなメロディーも流れてくる感じですか。そう、うん、そうですね、うん、はい、途中、まあ、こういう歌が、はい、はい、あるのでその流れをまあ感じていただいて、うん、なるほど、なんか黒い部分からこう白いグラデーションというか、そうですね、ああいう風に演奏がなってるんですね、はい、素晴らしい、あ、そういう風に並べてくださって、あ、それはちょっと、はい、ね、先に教えてもらえばこう黒さを出せたそうかなっていう風に思いますけど、そうですね、はい、でプロジェクションマッピングも、うん、公演全体の構成と同じように、うん、最初に、まあ、戦争の暗い感じから始まって最後は光をこう表すような、はい、演出にしようと考えているので、はい、そこにも注目していただけたらと思います。わかりました、はい、ぜひこういうふうにね、やっぱり演出もすごく凝っていますので、演奏される方々、はい、一言、あ、どうですか、じゃあ一言ずつ最後の締めとしてお願いします、はい、私は先ほども言ったんですけども、はい、大崎宗吉っていう一人の戦争で亡くなった芸術家を代表して、それをそういった人たちがいたってことを一人でも多くの人に知ってほしいっていう思いで二人で演奏したいと思ってます、うん、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、鈴木さんお願いします。私もちょっとさっき言ったことと少し似てるんですが、はい、やっぱり皆さんが知ってる曲が実はそういう違う歌詞がついていたっていうことはやっぱりみんながあまり知らないことなので、それを聞いていただきたいのと、いつもこう華やかなイメージなフラウエンコアが少しそういうダークというか、いつもと少し違う雰囲気で演奏する曲なので、それも注目していただきたいなと思います。ダークさんを、ね、もっと出せるようにしたいなというふうに思います。ありがとうございます。菊池さんお願いします。この曲はメシアンが収容所、戦争中収容所で、うん、作曲して、その同じ収容所の中の楽器をやっているメンバーと一緒に初演したのですけど、うん、これが収容所で作られて収容所の中で初演されて、うん、そういう曲なんだなっていう、すごいですね、そんなこう迫られたこう環境で人ってできるもんなんだってなんか鼓舞されますよね、はい、だからそういうことも頭に入れつつ、そうですね、なんか届けられたらいいなと思って、あとなんかメシアンは私の中ですごいなんか遠い存在だったんですけど、今回この演奏会をきっかけに、はい、出会えて音源の人とか先生方にと感謝して、ありがとうございます。皆
様今おっしゃってたように、うん、なかなかこう普通の演奏会では触れる機会のない演奏をされるということなので、はい、まあ、そういうのも聞けるいい機会ですし、はい、ここのこのような、思いすごく深いメッセージがありますので、それをぜひ伝えたい、伝わる音楽をお届けできればというふうに思います。じゃあ最後にね、はい、このコンサートについてちょっともう一度告知を、じゃあ、はい、じゃあ主導さんから、ね、からお願いします。はい、はい、はいはいはい、はい、カメラが寄ります、寄ります寄ってくださいちょっと上にカメラ待ちです、はいはいはい、あ、ここまで寄らなくて、うん、はい、はい、どうぞ、はい、そう今回企画から制作そして演奏までを全て学生が行う公演ということで、今日々演奏者の方たちにも練習を頑張っていただいて、私たちも演出を今なんて言うんですか、頑張ってますよね、はい、頑張って、はい、頑張ってます、はい、一言です、はい、いい演出にできるように、はい、日々努力していますので、ぜひ一人でも多くの方に来ていただけたらと思います。はい、はい、ぜひ。ありがとうございますね。レインボー21サントリーホールデビューコンサート2015、フェリス女学院大学プロデュース、戦争と音楽闇から光へということで、はい、日にちが6月の9日ですね、2015年6月の9日、これは火曜日になりますね、はいはい、場所はサントリーホール、ブルーローズショーホールの、はい、チケットは今絶賛発売中でございますので、ぜひサントリーホールの方の、ね、ウェブページを見ていただいて、そちらの方からですね、はい、チケットの購入をお願いしたいと思います。お願いいたします、はい、ということで、今日は、はい、カメラ絶対お願いします。はい、こっちでしたね、失礼します、今回ってます。はい、はい、ではですね、本当にその皆さんのね、はい、ニュースじゃないですよまだ、はい、うん、今日は、フェリス女学院大学の主導真紀さん、高木あずささん、鈴木彩音さん、そして菊池理恵さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きましてはニュースです。ありますか？横浜市経済局が6月10日に開校するソーシャルビジネススタートアップ講座の受講生を募集しています。ソーシャルビジネスとは、地域社会の課題をビジネスの手法を用いて手法を、解決する事業のことです。近年社会的課題やニーズを市場として捉え、持続的な事業活動して解決に取り組むソーシャルビジネスに注目が集まっています。講座開講に先駆け、5月27日にビジネスインキューベーション拠点ますます館内フューチャーセンターで説明会とトークセッションが行われます。今回の講座は横浜市経済局のソーシャルビジネスビジネスプラン作成支援企業の一環で、6月と10月の2回開講します。対象は横浜でソーシャルビジネスを起業したい方、起業予定の方です。全15コマ、11日間の講座で、ソーシャルビジネスの歴史的背景、現状からビジネスプラン作成方法、事業計画、収支計画の作り方、社会的企業法人の法人格、資金調達、コミュニティ開発、プレゼンテーション技術など、企業に必要なスキルを学ぶことができます。講座受講料は無料です。定員25名です。募集期間は6月の3日までです。横浜市経済局 A 送迎支援課の課長は、横浜市は豊かな市民生活の実現と地域経済の活性化を図るため、ソーシャルビジネスの起業を応援しています。ビジネスモデルや経営ノウハウを体系的実践的に学べるほか、受講者の個別相談も受けられる。ぜひ参加してほしいと話しています。講座説明会の開催時間は19時から21時30分まで。
入場無料、申し込み方法など詳細はますます館内のホームページをご覧くださいということですので、ぜひ皆様起業だったり、まあ、横浜でねいろんな仕事、まあ、会社はたくさんございますけれども、そういったことに興味ある方は、はい、最後までカメラが分かりませんでした、ここですか、ここですね、はい、ありますので、ぜひそういった方は、興味ある方はチェックいただければなというふうに思います。はい、はい、なので1時間、はい、すごく思い、でも何ですかね、こうメッセージ性があるコンサートなので、やはりたくさんの人に聞いていただきたいなっていうふうに思いましたし、演奏する側としてもそういったこうすごく、まあ、戦争のこととかなかなか考える機会ってないので、そういうことを考えるいいきっかけになりますし、今後の、まあ、今どれだけこう平和なのかなっていう、本当に今平和だなって思うんですよ、それも日本で、こう楽しく学校生活を送れてるってことをいかに大切、こう大変平和なことかっていうのを感じる、いいきっかけになればなと思いますし、これを守る、まあ、憲法9条とか固いこと言っちゃいますけれども、そういったことも考えるきっかけになればなというふうに思います、ね、まあ、音楽についてね、多分ね、はい、またこんな風な聴き方とか、そうですね、こんな風な演出の仕方もあるんだとか、演奏の仕方もあるんだっていうことをね、はい、それを音楽で表現するっていうことがやはりミソなんですよね、うん、だからそこがね、うん、多分聴いてる方としては多分発見があるのかなというふうに ね、はい、そうですね、ちょっと私なんかすごくそれ楽しみに、ね、してますけどね、 ありがとうございます、うん、きっと ね、はい、うん、人それぞれの感じることは違うと思いますので、はい、まあ、今日はね、フェリスの皆さんに来ていただいたんで、はい、またさらにという感じですけど、はいはい、フェリスの、皆さんってもちろんその大学全体もそうだけど、いろんなところでね、はい、学科とかの演奏とかもあるわけですよね、はい、そうですね、フェリスフォールとかでもね、随分あるし、はい、ありますね、そういう情報ってどこで出てきますかということで、そう、はい、完全に学校の宣伝になってしまいますけれども、はい、大学のホームページをご覧いただければ、そうですね、はい、そういう演奏会室というのがございまして、そちらで、いろんな演奏会を、はい、実施しておりますので、あとね、Facebook のね、はい、アカウントもあったりしますよね、あ、そうなんですよ、はい、更新されてますよね、音楽学部のね、はい、はい、ございますので、そちらにいろんなコンサート、フェリスのウェブページ出ますか、もう一回ちょっと、じゃあフェリスのウェブページを、はい、いろいろ飛びます、ね、お願いします、いただいてね、あ、出ないと、はいはいはい、まあ、フェリスのね、ウェブページの方を、まあ、ご覧いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひお願いします、はい、まあ、来月もいろいろこのねコンサートと他にもございますので、はいはい、合わせて、はい、じゃあ要チェックですね、要チェックです、はい、はい、ということでした、まあ、ということでね、はい、では来週のゲストの方は、来週はですね、はい、来週というか木曜日ですね、はい、はい、木曜日は大桟橋の方から、はい、演奏を、演奏というかね、放送を行いたいと思いますが、今週ですよ、そうです、今週まだ火曜日ですね、はい、始まったばっかりなのに、うん、もう終わりな感じがしましたけど、はい、ね、今回はですね、ちょっとマーチングをバンド、バンドというか、まあ、マーチング系のちょっと方々に来ていただいて、はい、大桟橋を舞台にということで、大桟橋ぜひ皆さんね、いらしてください、はいはい、広いホールというかね、はい、もうだ、もう5万人ぐらいはね軽く入れますよね、5万人、はい、まあ、入ると大桟橋が沈まないかなと思いますけど、まあ、でもたくさん入りますので、なのでぜひ皆さん、はい、まあ、見ていらっしゃる方はぜひ、ね、来ていただければというふうに思います、思います、はい、はい、皆さん、はい、まだ今週始まったばっかりですの で、 そうです、バテないようにこの暑さに、まあね、はい、どんどん暑くなってますけど、まあ、はい、もう6月に入れば梅雨ですね、アジサイが咲くかな、あ、そういうポジティブな方向で、ね、いや、アジサイが今ね、はい、つぼみというか、こう、はい、葉っぱがだん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 色が変わってきてるんで、うん、こう早く咲かないかなってずっと楽しみにしてるんですけど、うん、何おまじないかけてるんですか、いやいや、さけさけみたいな、はい、アジサイが咲くってことは、でも、まあ、雨が降るってことなんだけどね、あ、その証拠ですね、うん、でもそっちの方を見ないで、一応アジサイの方に気持ちを向けてる感じでございます、はい、なるほどね、ちょっとお花も注目して、はい、乙女になりたいと思います、了解、はい、でね、皆さんバテずに、私だけか、まあ、きちんと水分補給して、皆さん暑さ対策をしてですね、はい、元気をこう少しずつ、ビタミンも取って、はい、楽しい5月6月ビタミン、はい、を取って過ごしましょう、はい、おやすみなさい、おやすみ、ありがとうございました、ビタミン、でも話すと息が詰まって苦しいなら
この窓に来いよ風を受けよう。ここは横浜151年風を落とした窓。Let's go.